すいません、じゃあまた3つ目なんですけど、で昨日起きた方の LINE をまず読みますね。まあ要は LINE 来た方からの話からの僕の話なんで、はじめまして、失礼します、ラジオさん、今日の動画のコメント、小川太平さんのことを書いてます。小川太平さんの伊藤純也関連の YouTube を大体全部見ました。彼は刑事だったので取材や聞き込みがなされていて情報をお持ちで、その中で100万円の話は X が持ちかけ、伊藤選手には言わず、 A 子とね、社長に会い、スポンサーが納得しなかったので、スポンサー Y がね、その後社長、スポンサーは X の3人で何とか会ってる。この事件は筋が悪く気に食わねえ、男が悪いと思うよ。伊藤選手はないですよ。一番の被害者は奥さんだと思う。結局はお金の話だと思う。お金が絡みすぎている。両方不起訴になるんじゃないかとも。 A 子に取材を申し込んでいるけど返事がない。スポンサーの名前も知っていると言われていました。なんだろう、 Y さんなんじゃないですかね。小川さんライブ配信の動画2時間ほどあって、チャットと絡み話しながらで、実際は1時間もないと思います。あ、なるほど。脱線転覆もあって、でも口ごもられていって言えないことも多いと見てます。ほぼ実情をご存知なんじゃないかと思います。 X はどっちなんだと言われ、私もずっとそう思ってきました。隠してることがいっぱいあるんじゃないかと。でしょうか。 X と事務所の社長は知り合いだったそうです。まあ、でしょうね。小川さんも100万円の話は伊藤選手も知っているのかをずっと気にしていましたが、どこからか聞かれたみたいで言い切っていました。また小川さんの話の、またその小川さんが言ってた話なんですかね。ちょっと別な方もね、毎日の動画投稿ご苦労様です。先日の私の拙い推測を取り上げていただきありがとうございます。伊藤選手の件ですが、今回 X 氏と A 子の関係性についてです。先日の配信で A 子は X の弱みを握っているという話がありました。だからこれ小川太平さんが言ってるってことですよね。A 子は X のね。この弱みですが、X 社は A 子に弱みを握られているという認識がなかったですよね。認識がないから大阪に呼び出したわけです。弱み握られている女性を呼ぼうと思いませんからね。では弱みって何なんでしょう。私は枕の強要だと考えます。X 氏が様々な女性との仕事の斡旋をちらつかせ、性交渉を迫っていたと考えると、暴露されたら業界にいられなくなるので十分弱みになります。 A 子もその中の一人だと考えます。 X 氏は A 子を裏切るわけにはないと思っていたのかも。大阪でのサッカー観戦ですが、最初 A 子は X 氏の誘いを断っていたが、事務所の社長の意向で参加したとある話もあるので、 A 子は X に対して好意的ではなかったと考えられます。しかしこの時に X 氏所属の会社と A 子の事務所は契約を切られているので、接待する必要があるのかも疑問です。このことから私は A 子のターゲットは弱みを握っている X 氏ではなかったのかと推測します。まず一部屋に集まり、 X 氏は自室に戻る。その後 A 子は X 氏の部屋を訪ねる。それは最初から予定されていたこと。しかし今回 A 子は X 氏を貶めるために参加しているので、当然 X 氏の部屋には行かない。翌日も X から仕事をもらうつもりもないので現場には行かない。後日 X に伊藤氏の件もちらつかせながら揺すりをかけ、示談金100万円の提示を受けた。まずここまでが第一章って感じですかね。ここから Y が加わり、身長が加わり、伊藤純也まで巻き込んだ第二章が始まったと思います。長々と。この弱みって何でしょう。私は枕の強要だと考えますっていうのも、枕の供養用ってのはそんな弱みにならないですよねと思いますよね。なぜかというと証拠ないじゃないですか。もっとシンプルなことだと思うんですよね、弱みって。じゃあなんかシンプルなことって一体何のかというと、 X さんが既婚者だったって話でしょっていうところですよね。だから不倫だったって話ですよね。 A 子と関係があって、奥さんがいるのに遊んでていいのと、社会的な信用なくなり、奥さんにも言うよと、バレたらどうすんのってあんたっていう弱みじゃないですか。それが一番シンプルじゃないですか。僕ね、ちょっとね、変なね、検索してたらね、なんかちょっとね、変なの見つけたんですよ。2009年のなんかネット記事なんですけど、二人の門出ってやつで、前回私の選挙でウグイス嬢を務めていた〇〇さんが J リーガーを目指しサッカーと共に歩んできた YOU さん。これは X さんと同じ名前なんですよ。
まるっきり同じ名前なんですよ。ユーさんとね。X さんね。と、ご結婚。ユーさんと X さんね。親交の深い若手 J リーガー選手も多数お祝いに駆けつける。22歳としてとても素敵な人生の伴侶を選んだ〇〇さん。正月3日、門出の日。ユーさんと共に末永くどうぞお幸せに。披露宴は、新婦、父と〇〇参議院。議員とカラオケから始まり、なんと5時間って。これブログですかこれ。まあなんか、だから、X 氏は、ウムイス城の人と結婚したと話でしょ。だからやっぱ既婚者なんですよね。Z リーさんの話とかをすると、あっちこっちで遊びまくってたというか、アンファーの仕事をちらつかせたり、いろんなグラドルのインスタとかに、要はインスタナンパみたいなことしてたわけでしょ。まあ決め台詞が何でしたっけ、純也が。会いたがってるでしたっけ。で、遊んでたって話じゃないですか。まあ、そういう中で、この A 子と X さんは出会ってるんだと思うわけですよ。最初の、まあ、何ですかね、最初の出会いっていうのは、インスタか、インスタナンパだったのかどうかをちょっとわかりませんが、いずれにせよ、純也が会いたがってるとかね、アンファの仕事があるよとか、YouTube 出てみないみたいなところから、入って、まあ、男女の関係になり、やっぱり奥さんがいるっていうことは分かってて、もう分かりますよね。当然ね。まあ、いろいろ推測するにね。そうなると、X さんも気を許して、A 子にいろんなことを喋ってたんじゃないですか。自分の女になったと思ったからの、飲みの席なのか、ベッドの上なのか分かりませんが、いや、誰々ともやったよ。誰々ともこんな関係になったよとか。なんか武勇伝のように語ったりとかもしたんじゃないですかねってなって、じゃあ揉めた後に全部喋るよと、全部なんかね、伊藤純也のことも SNS に上げるって言ったぐらいなんでしょ。であればあんたのことも喋るよと、 SNS に上げるよと、私こんな ひどいことされました、騙されました、この人こういうインスタでナンパして、伊藤純也の名前を語ってやってますよみたいなことを、私暴露系になって SNS 乗っけちゃうよみたいな感じで言われたんじゃないのと。で、だから弱みを握られる。タジタジだって話じゃないですか。みんなこの A 子にタジタジなんだっていうね。なんでこんなにタジタジになったみたいなね、ことを僕は聞きましたけど。やっぱりその男の弱みってのはものすごくシンプルで。独身の男だったら、あんま弱みってないですよ、当然ね。やっぱ既婚の男っていうのは弱いんですよ。まあ僕も既婚の男ですけど。特にね、怖いじゃないですか。売れないグラドルとかって何、まあ、彼にも X さんって裏方なのかもしれないですけど、伊藤純也に近い存在って言ったら、やっぱりそこは気をつけるべきだったんじゃないのかなというふうに思いますよね。やっぱ案の定と今ね、伊藤純也に相当な迷惑がかかってるわけですから、ですか、 X さんの弱みを握ってるっていうのは、僕は X さんが不倫だったって話なんじゃないのかな、そういうシンプルな話なんじゃないかなというふうに思いますよ。僕もずっと一人で引きこもって YouTube ばっかやってるんですけど、オフ会とかしたいですよね。誰か感じしてくれる人がいるんであれば、僕のわがままを聞いてくれるんであれば、埼玉がいいなと思ってるんですけどね。浦和近いんでですね、僕はね。